山田新一郎山田新一郎から1946年3月2日は、日本の教育者、内務官僚、新職。声優会系幹線鳥取県知事。筑前国安軍秋月春工事で、秋月藩士、山田忠治、真の長男として生まれる。1886年、杉浦重武の商工塾に入塾し、訓導を受けた。 1887年、第一高等中学校を卒業。さらに1890年7月、帝国大学法科大学法律学科を卒業。同月24日、厚生局司法となる。1893年、鹿児島高等中学増資館教授となる。1895年、静岡県産事官に転任。以後、広島県産事官、福井県書記官 青森県書記官、厚生局参事官県道書記官、大阪府書記官、東京府書記官などを歴任。1906年7月、鳥取県知事に就任。産業振興に努め、寺田博之前知事の計画を引き継ぎ境港の春節を実施するほか、米子港などの春節も推進。その他、高知整理、家樹の試験栽培などを進めた。また、 1906年11月、通常見解の冒頭に予算編成方針の説明を実施し、その後の慣例となった。1908年6月、知事を給職。同年7月、台湾総督府民政部総務局長に就任。同府参事官に転じ1910年に休職。1912年、 高天高級所幹事長となり1917年まで在任。同年8月11日、北野神社宮寺に任じられた。1922年から1924年まで稲荷神社宮寺を兼任。1934年、鴨脇けいの神社宮寺に転じ1936年に退任した。その他、 第日本部徳会議銀を1918年から1942年まで務めた。ありがとうございます。